どうもクリンです。本日は勝てば沖縄につながる大会グランドスラムカップの地区大会決勝戦の様子をお伝えします。今日の先発はシューメーカー川上。シューメーカー選手はかつてクーニンが取材した選手、3種類のチェンジアップを操るメジャーリーガーでしたが、2020年今年からはジャイアンツの選手として活躍しております。そんなシューメーカー選手のフォームをモノマネしだした川上隆平、理由はセットポジションで静止するのに飽きたから、ちょっと癖のあるシューメーカー選手の動きを取り入れたそうです。どんな理由やねん。そして初回、そんな川上が打たれた。シューメーカー川上、初回からピンチを背負います。これでいちいち怒ってはいけません。川上は帳尻を合わせてくる男。ランナーを背負ってからの投球、まっすぐで押していく。キャッチャー緑川飛びつくも取れませんでした。その後は粘られ、最後はフォアボール。ランナー1、2塁のピンチを背負う。得点圏のピンチ、最後はまっすぐ打たせてファーストゴロ。シューメーカー川上、ピンチをしのぎました。そしてクーニンズの反撃は2回の裏、先頭バッターは小野寺。今季ホームランを10本以上放っています。変化球打たされました。先頭バッター小野寺が凡退。ワンアウトランナーなしでルーキーのキャッチャー武田に回ってきます。軟式にアジャストして今季打率3割。得意の逆方向、外のボールをちょん当てバッティング。今日も1打席目から出塁を勝ち取る。そして続くバッターはなかなか来ない福田君、仕事が忙しすぎる男。変化球にタイミングが合っていない。追い込まれた福田君、ここでチームバッティングに徹します。バットを短く持って進塁だ。跳ねた打球、これが内野安打となります。チャンス拡大で迎えるバッターはモノマネ大王の川上シューメーカー。今日のバッティングは誰のモノマネか全くわからない。しかし誰かを意識している。打ち上げた川上、ここは外野フライ。ツーアウトランナー1、2塁と変わる。そして緑川、フォアボールでツーアウト満塁のチャンス。迎えるバッターはスーツの販売員、147キロを投げるピッチャー陸。この日は外野で出場。積極的に振っていくも内野フライ。ショートフライでチェンジかと思われましたが、神様がいました。これで2点が入ります。クーニンズラッキーな形で先制しました。なおもチャンスで1番に帰ってきてリオ。リオは首位打者イカイダーに肉薄しています。そんなリオが打ちました。外のボール、うまく合わせてタイムリーヒット。緑川帰ってきてクーニンズに3点目が入りました。今季絶好調のリオ、タイムリーヒット。さらに2番は焼肉ここからの店長沖田。沖田はフォアボール。クーニンズ2アウトから止まりません。さあ大チャンスで迎えるはチームの首位打者イカイダー。イカイダは変化球打ち損じました。悔しそうだ。ということで2回は3点、3点をリードしてもらった3回の表川上の投球、いやシューメーカー川上の投球。この日はセットからではなくシューメーカー投手のモノマネから入ります。変化球で空振り三振、球はキレキレ。続くバッター、今度も変化球、空振り三振。今日は抜いた球の制球力が抜群でした。最後は高めのまっすぐ、空振り三振で三者三振。
これで流れで乗るクーニンズ。3回の裏、先頭バッターは小野寺。先ほどは変化球打たされて凡退しております。今度は高めのまっすぐ捉えました。ライト前ヒットで先頭バッターが出塁します。そしてボールの処理乱れる間に2塁に到達。小野寺好走塁。さらに小野寺は止まりません。続く武田の打席、ワンバンゴー、積極的に三塁を落とし入れる。小野寺の好走塁で三塁のチャンスとなったクーニンズ。その後は武田がフォアボール。続くバッター福田君は倒れ、川上もフォアボール。これで満塁のチャンスを作り緑川に回ってきました。大チャンスで緑川、変化球捉えました。タイムリーヒット、ランナー1人が帰ってくる。4対0としました。クーニンズ強豪浅井病院さん相手にリード。さらにはリオ、変化球かぶせました。これは犠牲フライには十分かと思いましたが外野が取れない。ボールが点々とする間にリオは三塁へ。3点タイムリースリーベースヒットが飛び出し7対0。さらに突き放します。そして迎えた2番沖田。追い込まれた沖田、まっすぐ高いバウンド、これが内野安打となり8点目が入りました。3回で8得点、大量リードをもらったシューメーカー川上の投球。4回の表、カーブで打ち取ったかに見えましたがこれがポテンヒット、出塁を許します。さらに迎えたバッター、変化球が高めに浮きました。完璧に捉えられる。レフトが取れずボールが点々とする間にランナーはランニングホームラン。川上ツーランホームランを打たれました。8対2とされます。その後はクーニンズ継投策に入ります。外野を守っていた陸がピッチャーに上がります。147キロ右腕、まっすぐで押していけ打ち取りました。その後の陸、まっすぐ中心にバッターを抑えていきます。最終回にはリリーフで中須がマウンドに上がる。中須もまっすぐ中心にいつも通りテンポの良い投球。最後は変化球打たせてゲームセット。結果クーニンズグランドスラムは地区優勝。続く関東大会あと3つ勝てば全国です。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく気持ちは負けたくないから駆け出すあの土の上で輝く。